声を頼りに実況プレイ始めていきたいと思います。続きからやっていこう。じゃあ図書室入ったところからやっていきましょう、図書室に着いたよ。図書室に図書室の広さはなんていうか結構広いよ。この広さをどうやって表せばいいんだろう。あごめんねまあまあまあ、図書室は広いもんね。広い、広いだけ分かるか。本棚がたくさんだろうな、図書室だからな。いろいろな本が置いてあるね。児童向けとかが多いかな。柱に時計が取り付けられていて、5時41分で止まってる。柱に時計が取り付けられ、時計は電池式じゃなくて建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。で、4時間経ってるってこと。金庫が置いてあるけど、開けるには4桁の暗証番号を入力しないとダメみたい。また暗証番号か。縦と横が30センチくらいの小さな金庫で、時計のマークが書かれてるよ。無理やり開けるのは難しそう。あ、オッケーオッケー。ちょっと待てよ。柱に時計が取り付けられていて、5時41分で止まってる。1741かな。1741か。金庫が置いてあるけど、開けるには4桁。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。万年筆は黒くて太いよ。結構高そう。メモ帳には何も書かれてないよ。何かに使えってことなのかな。メモ取れよってことなのかな。図書室の奥の壁に本棚があって、本棚と壁の隙間から少し光が漏れてる。それと、あ、言ってたな。この本棚を動かすことができたら先に進めるのかな。なるほど。受付には1741入れてみるか、とりあえず。え、金庫の暗証番号わかるの。多分ね、1741じゃない。でもそのタイミングにさ、電力を止めるとかできるのかな。あ、開いた。金庫が開いたよ。そっか。マジ？あの時計は5時41分じゃなくて17時41分を表していたんだね。ああ、そうなの。単純にそういう風に思っちゃったわ。金庫の中には紙が入ってるよ。なんだ、せっかく開けたのに紙だけか。いや、大事そうだ。紙にはこう書いてあるよ。少年は老人に言った。この先は修羅の道であると。だって。すごいな、意味深なこと言うタイプの。意味深だね。そんなこと急に言うの。物語。少年は老人に言った。この先は修羅の道であると。どういう意味。あ、なんか、か、あれなの。考察、なぜ老人は引き返さなかったのか。クロノスっていう本の有名なセリフってことなのか。クロノス。なるほど。調べてみるか。二階堂蒼さんが作った。書いた本ってことなのか。この作品の作者の作品を読んだけど、あのヒゲの、なんだろうね。聞こえてる？聞こえてるよ。よかった。こっちも聞こえてるよ。ああ、安心するね、今のなんか。なんかあとちょっとで、わかりそうな気がするんだけど。謎ある今。受付の金庫には紙が入ってて、少年は老人に言った。この先は修羅の道であるとって書いてあるよ。受付のクロノス、どういう意味なんだ。他は特にないかな。そんだけ。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。万年筆は黒くて太いよ。結構高そう。メモ帳には何も書かれてないよ。あと何ができるの。図書室に着いたよ。図書、あ、そうか。図書室の広さは、なんていうか。あー、この下りはしょうがないな。オッケー。この広さをどうやって表せばいいんだろう。悩んでんな。ごめんね。いや、気にしなくていいけど。少年は老人に言った、この先は修羅の道であると。とは、うん、ちょっとここ肌寒いんだよね。あ、そうなの。なんか暖かくなれそうなものないのか。他に気になるものはないね。ないんだ。受付の金庫に、あとは何もないよ。あ、意外とこうやって言ってくれるんだ。柱に時計が取り付けられていて、
5時41分。時計は電池式じゃなくて、建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。ありがとう。このクロノスってのは何なんだろうね。二階堂そう。あ、この本を探せってことなのか。この本を探してみてよ。本棚がたくさん並んでる。本棚がたく。ここだ。いろいろな本が置いてあるね。児童向けとかが多いかな。クロノスないな。本棚がたく。いろいろな本が置いてあるね。児童向けとかが多いかな。それと、あ、ここか。図書室の奥の壁に本棚があって、本棚と壁の隙間から少し光が漏れてる。それ。え、この本棚にクロノスっていう本があるか？あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。わかった。探してみる。頼む。クロノス、クロノス。あれな、漢字で黒だよ。英語で書いてないよ。見当たらないよ。漢字、漢字だよ、漢字。あとは何もないよ。漢字、漢字、漢字。私も考えてるんだけど、本棚が。あ、じゃあこっちの本棚ってこと？いろいろな本が置いてあるね。児童向けとかが多いかな。絶対クロノスがさ、クロノスになってない？図書室の広さは、なんていうか、結構広いよ。あれ、どうするじゃん。この広さをどうやって表せばいいんだろう。あ、わかったわかったわかった。ごめんね。あ、気にしなくていい。この二階堂そうっていうのはできないのか。受付にはメモ帳。やっぱりこの本棚でクロノスっていう本を探せって。そうそう、そういうこと。分かった。もう一回。何回もやらなきゃいけない場合もあるのか。クロノス、クロノス、クロノス。やっぱりないよ。いや、絶対ある、絶対ある、絶対あるは絶対勘違いしてるって。またこの本棚でクロノスを探せって。そう。2回も見たから見落としはないと思うけど。いや、絶対間違ってるって。あの、秘密結社みたいな方だと思ってない。クロノス、クロノス、クロ。わあ、ねえ、クロノスってカタカナじゃなくて漢字でクロノスだった？そうなんだ。色の黒にツバメの巣でクロノス？そうだ。電話なんだから言わなきゃ。本当にごめん。いや、いい、俺のせいでもある。クロノスだと思ってた。だよな、だよな、わかるわかる。漢字でクロノスっていう本だったら確かにあるよ。よし。手に取ってみて。じゃそれ抜いてみて。そんなハリーポッターみたいな世界観あるんだね。クロノスの本を本棚から取ったら、本棚が横に動いて廊下が現れたよ。ラッキーじゃん。これで先に進めそう。進んじゃおうぜ。ありがとう。気にすんな。これからこういうことがないようにしっかり話し合わなきゃ。図書室から先に進んで廊下を歩いてるよ。先には何があるかな。あ、正面に扉が見えるよ。ずーっとスマホ見ながらやってんだ。時間外受付ステージ7。状況説明するね。お願いします。状況説明開始。ここは時間外受付みたい。正面には外への出入り口があるんだけど、鍵がかかってて出られないや。でも鍵穴とか暗証番号を入力する機械とかが見当たらないんだよね。その横には受付窓口があるよ。あと受付窓口の反対側には地下へ降りる階段がある。あともうちょっとで外へ出られるのかな。出られるかもな。以上で状況説明終わり。何かわかりそう。お疲れ。さて、これ順番にやってったけど、これ赤のやつとかの方からやってった方がよかったりするのか。その横には、オッケー、調べてみて。パイプ椅子が置いてあるよ。パイプ椅子、調べてみるか。パイプ椅子のショッピング結果。なるほどね。その横には、じゃあもう一回受付窓口があるよ。で、パイプ椅子調べてみて。ないかな。あ、そうなの。パイプ椅子は調べなくていいの。パイプ椅子でドーンって感じ。ここは時間外受付みたい。時間外受付は19時以降なんだって。あ、そうなんだ。
正面には外への出入り口があるんだけど、鍵がかかってて出られないや。押しても引いてもびくともしないね。パイプ椅子でドーンってやんないの？でも鍵穴とか暗証番号を入力する機械とかが見当たらないんだよね。鍵がかかってるのにそれを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。どういうことなんだろうね。あと受付窓口の反対側には地下へ降りる階段がある。あと受付窓口の地下へ行くか。地下への階段はなんか薄気味悪い。え、そうだろうな。外に出たいのに地下に行くのってどうなんてとこあるもんね。外へ出られるのかな。頑張って外へ出るよ。そうだね。ちょっとここ肌寒いんだよね。あー、そうだよな。あと地下行くか。地下への階段はなんか薄気味悪い。地下行かないの？その横には他にはないかな。ないか。何回も調べなきゃいけないんだもんな。外への出ここもうちょい調べる。でもびくともしないね。ここは時間外受付みたい。時間外受付は19時以降なんだって。19時以降が関係してくんのかな。そういえばセーブしてなかったな。でも鍵穴とか暗証ここかな。鍵がかかってるのにそれを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。謎だね。やっぱ地下行かすしかないか。地下への階段はなんか薄気味悪い。いや、でも行くしかないんじゃない。地下への階段はなんか薄気味悪い。え、どうすればいいんだ。じゃあもうちょっとで外頑張って外へ出るよ。そうだね。アルコールランプとかやってこれじゃなきゃダメ。地下への階段はあ、そういうわけでもないのか。薄気味悪い。早く家に帰りたい。そうだよな。ダメだ、考えすぎて頭痛くなってきた。大丈夫か。何を考えてる。受付窓口があるよ。受付窓口。説明できるのはこれだけだね。その横には受付窓口はあんま調べなくていいの。あとは何もないよ。あともうちょっとで頑張って外へ出るよ。そうだね。え、なんか戻る。時間外受付は19時以降なんだって。そうだよね。あと地下への階段はなんか薄気味悪い。地下に行かせられないのか。あともうちょっとで頑張って外へ出るよ。そうだよな。その横には受付窓口があるよ。受付にはパイプ椅子が置いてあるよ。その横には受付窓口があるよ。受付にはあと分かった分かった。受付窓口の反対側には地下へ降りる階段がある。あとで少年は老人にこの先は修羅の道であると急に言ってみない。気味悪い。この先は修羅の道であるぞ。こう強引に突き進みたくなるよね。それもなんとかなんないかな。え、どうする。パイプ椅子って何があんの。関係ないよな。パイプ椅子調べてもどのタイプのパイプ椅子かによって変わったりしないよね。あともうちょっとで外。あと受付窓口の反対側には地下へ降りる階段がある。あ、地下への階段はなんか薄気味悪い。え、どうする。じゃあもうここでは何もできることがないってことなのかな。なんか使えたりしないのかな。とりあえず戻ってみようぜってのをやりたいんだけど。え、戻るの。あ、戻れる。戻るって言うとさっきの図書室。わかった。パイプ椅子持って戻ろう。図書室に戻ってきたよ。さっきと一緒だけど一応状況説明するね。あ、ありがとう。合ってる。それとも無限に戻れるの。図書室にいるよ。本棚がたくさん並んでる。柱に時計が取り付けられていて17時41分で止まってる。受付の金庫には紙が入ってて少年は老人に言った。この先は修羅の道であるとって書いてあるよ。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。それとメモ帳万年筆か。図書室の奥の壁から時間外受付に行けるよ。なるほどね。以上、状況説明終わり。ありがとう。
じゃあここでパイプ椅子を使えるんだよな、多分。あとどっかで受付にはメモ、パイプ椅子使える？メモ帳と万年筆に特に変わったところはないかな。あ、オッケー。じゃあここで何もない時に、早く家に帰りたい。あれ、パイプ椅子は使えないの？ちょっとここ肌寒いんだよね。むずいね。仕様がちょっとわかんねえわ。戻れたってことはここでやれることがあるってことなんだよ。もうちょいなんか探さす。図書室にいるよ。わ、薄暗い図書室ってちょっと怖い。いや、だいぶ怖い、だいぶ怖い。私も考えてるんだけど、本棚がたくさん並んでる。で、パイプ椅子でドン。になっても本はそのままなんだね。ね、なんでだろうね。柱に時計が取り付けられていて、17時41分で止まってる。は、え、時間外受付のパイプ椅子を台にして柱の時計を操作しろって。できるの？あ、19時に。よいしょ。そんなすごい繋がってんだ、すべてが。パイプ椅子を持ってきたよ。ナイス。台にして登ってみるね。頑張って、落ちないようにね。気をつけて。うん、柱の時計まで手が届いた。でもこの時計をどう操作すればいいの？時計の針を触って時間を進めたり遅らせたりできそうだけど。じゃあ19時にしてみようか。19時41分に してみようか。よくわかんねえけど。何も変化はないね。え、そうなの？ごめんごめん。じゃあちゃんと19時にしてみるわ。19時ジャストはどう？あ、時計だから5までしかねえんだ。なるほど。あ、5まで、まあ10の位がってことね。あ、動くの。なんか、時間外受付の方でカチッて音がしたよ。じゃあ行こう。もしかして、時間外受付の方に行ってみるね。そうだね。何が起こってんのかよくわからないけどね。時間外受付まで来たよ。あ、出入り口の鍵が開いてる。やったじゃん。図書室の時計を時間外受付の時間に合わせたから鍵が開いたんだね。これで外に出れる。出れるかな？出れる？本当に。時間外受付クリア。あ、セーブ。重要なんだ。じゃあ絶対に。次は何だろう。猫。嘘。今ね、どうした？口を開けたら病院の中に猫が入ってきたの。そのまま地下への階段を降りていっちゃった。うわぁ、そういうことか。どうしよう、あの猫地下なんかに行ったら出れなくなっちゃうかも。でもお前今は出れるぞ、多分。出てあれじゃない、あの外の人とかに言って、ここに猫閉じ込められてるんですって言ったら猫助けれるんだよ。出入り口は目の前にあって、外に出られるけど、あの猫は迷子になっちゃうかもしれない。うわぁ。ねえ、地下への階段を降りて、猫を探しに行こうと思うんだけど。本当に？どうするよ。どうする？逆に。だって猫をさ、追いかけなかったら、脱出できんじゃない？飯とか食えるぞ。あったかい上着とか用意して、俺と合流してから猫取りに行った方が良くない？猫取りに行くって表現が良くないかもしれんけど。どうしよう。だからセーブか。まあ、セーブもしてくれたし、一回、エンディング取れんじゃねえかな。猫なんて放っておいて一回外出な。いや、放っておけ。わかった。諦める。それじゃあ外に出るね。出なさい。どうだ、家とかわかるか？外に出れたよ。場所わかるか？早く病院の敷地外へ。大丈夫か？悲鳴とか聞きたくないぞ。道路に出た。よし。人がいるよ。大丈夫か？そいつ大丈夫か？大丈夫か？警察を呼んでください。お願いします。そいつ大丈夫なやつか？ねえ、聞こえてる？病院から出て通
コンニに助けてもらえた。あ、ほんと？ありがとう。あなたのおかげだよ。無事なのか、お前は。本当に、ありがとう。え、大丈夫か、電話切って。あ、ポテリが。やばいやばいやばい。おい、電話切られたら終わるぞ。もう、携帯電話のバッテリーが、なくなっちゃったみたい。いや、気にしなくていいけど、お前、電話切れたら終わるんじゃないの、お前。本当に、ありがとうね。え、何？え、大丈夫か？え、大丈夫？え、終わった。え、だ、もうちょっとやっとけよかった。じゃあ前回のパート。まあ、まだ続くもんね。多分猫とか追いかけたらまだもうちょっと続くんじゃないかな。エンディングが4つぐらいあるらしいんで。犯人キャラクターボイスとか聞けてないもん、俺。犯人のボイスもあるんだ。いや、ちょうどいい難易度ですね、今のところは。もうどうしてもわかんねえみたいなところがないから。今んとこサクサクいけてます。サクサクいけてますか？僕って。どうですか？皆さん。順調な気はするんですけど。猫追いかけたらまだ続くってことだもんね。ただ、あのタイミングで充電切れちゃうんだったら、地下行ったタイミング、地下行ったら充電どころか電波もないみたいな。ありそうだけどね。で、電話切れてゲームオーバーみたいになるのかな。このゲームはフィクションです。実在の人物や団体などは一切関係ありません。ノーマルエンドクリア。あなたの信頼度マイナス72点。呼びかけた回数182回。クリアタイム25分58秒。どういうこと？どういうこと？教えてほしい。じゃあここまで戻ってきたんで、どうしても行くのって聞こっか。うん。怖いけど、猫が心配だし。優しいな、こんな状況なのに。じゃあ行こっか。じゃあ、階段を降りてみるね。気をつけてね。怖いこと起こるの？こっからが本番だったりする？うん。怖いよ。すげえ細かいな。音が響いてるわ。ね、聞こえてる？聞こえてる聞こえてる。よかった。なんか喋ってて、怖いから。何喋ればいいかな。最近、コンビニとかよく行ったりする。コンビニなんかよく行くんですけど、僕。ああ、もういいの。もういいの。階段降りれたんだ、よかった。下は暗くて、よく見えない。猫ちゃん、どこに行ったの？どうした？誰？え、人いんの？え、なになに？どういう状況？え、大丈夫？え、大丈夫？この状況。あの人と繋がってるのに、拾わなきゃ。やめて！え、なになに？何が起こってんの？バッドエンドじゃねえの？これ。離してよ！え、大丈夫？怖いんだけど。え、もうすべて終わったわとか言っても、人殺した後に、はははははみたいな壊れたりしないよな。え、大丈夫？あ、生きてはいるな。諦めない。え、どういう状況なの？最後まで電話を切らないって、約束してくれたの！うわ、怖い音。え、怖いわ。え、大丈夫？大丈夫なの？大丈夫なんですか？ステージ8、応答なし。応答なし？状況説明できないだろ、応答なしなら。うわ、怖い怖い、音怖いわ、ずっと。
音でかくて怖いわ。この音ってめっちゃ怖いっすよね。いやー、そんなにいります？この同じ音のやつもそんなにいりますか？いらないですよ、もう。もういらないですよ。え、どうする？もうセーブはするけど。え、生きてる？いや、怖い音。無理か。靴紐結んだ方がいいんじゃない？やばいな。え、大丈夫なのこれ。え、何もしようないな。いや、怖っ。くらいだもんね。長くない？長くない？ずっと。音、怖いですよ。え、ずっとこれになる？まさか。聞こえてる？ヘイ。ヘイ、シリ。あ、何回もやっちゃった。一個一個やっていくのか。え、でも、なんかできるか、これ。なんか喋ってんのかな？本当は喋ってんだけど、こっちには聞こえないみたいな状況なのかな？だから俺が喋り続けることによって、安心したりするとかなのかな？だからヘイってやり続けたりしなきゃいけなかったりするのかな？こっちが呼びかけ続けてたら、相手の方には聞こえてるけど、みたいな。こっちはずっとこの不快な音楽が、音楽つうか不快な音が流れてたりするのかな。なんも起こらないよ。なんも起こらない。いや、怖い怖い。あ、でもちょっとずつちっちゃくなってたりするか、これ。パイプイス。え、どうすりゃいいの？これ何すりゃいいの？ここ何すりゃいいの？なんか変わります？え、どうするどうする？森です。ヘイ、森。あ、よかった。お前の声。電話の相手が応答しない。それは困りましたね。喧嘩してしまったのですか？こういう声じゃなかったな。電話で応答してくれないなら、直接会って謝ってみてはどうでしょうか。直接会いに行く。え、クリアした。森が大事だったの。今のでよかったの。声をたどって。え、いけんの？会って話をすればきっと相手も分かってくれますよ。お隣ですか？え、相手の場所が分からない。長い間電話をされていましたね。相手が喋った言葉の中に居場所についてのヒントがあったかもしれません。病院だよね。電話の内容のメモリーを呼び出します。森、記録再生開始。迷惑電話とかいたずらとかだと思うだろうけど、違うの。私の名前は東崎リノ。リノちゃん、音羽山高校に通ってる高校2年生なんだけど。わあ、大事。音羽山調べよう。お前はこの建物から脱出しろ。だから適当な電話の森がさ、優秀すぎるわ。そしたら新たに繋がった。今私は小さな部屋の中にいるの。本当、あなたと電話できてよかった。助かった、ありがとう。森です。電話の内容のメモリーを呼び出しました。ありがとうな、森。居場所のヒントが含まれたメモリーに対して呼びかけるをすることでワードを入手することができます。たくさんのワードを入手してネット検索をすれば相手の居場所が特定できるかもしれません。ネット検索の設定を入手したワードすべてに対しての検索に変更しました。すごいな。入手したワードが多ければ多いほど検索結果が絞り込まれていきます。え、あまり時間がない。電話は切れる前に居場所を特定しないといけないですって。わかりました。電話を始めてからかなり時間が経っていますから、相手の携帯電話のバッテリー残量が心配ですね。こんなさ、森ってこんなに喋れんの？シリとかってそんなワンフレーズぐらいしか返してくんないけど。画面上部に現在時刻が表示されていることにお気づきでしたか？あ、気づいてた気づいてた。結構だって過ぎちゃってるよね。相手の携帯電話のバッテリー残量を考慮すると。23時までに居場所を特定しそこへ向かう必要があるでしょう。居場所を特定し無事に出会えるといいですね。幸運を祈ります。何それ。え、どういうこと？じゃあ何、一個一個しらみつぶしはダメってことか。これだ。よし、入手。あ、7分過ぎてくわ。音羽台高校の近く。これは何？あ、なんかここ病院みたい。
あ、こういうの大事だな。海病院かな。病室もホコリまみれでゴミとかが散乱してる。とりあえず1だな。ベッドのシーツもぐちゃぐちゃ。ベッドの上には、ね、あんまミスれないってことなんだ。さっき手に入れた鍵だよね。これでここの扉が開けばいいんだけど、やってみるね。鉄でできてて棒の先がアルファベットの C みたいな形してる。なんかの工具みたいだけど、この鉄パイプを、あ、そっか、ドアの隙間に突っ込んでテコの原理でこじ開ける。思い出がいっぱいあるな。なんか病院だ。ワードを入手しました。音羽山高校の肺病院。そうだよな。じゃあ次行くか。一回聞かせてくれんの助かるね。目の前に手術室があるんだけど。手術室やっぱり入らないとダメだよね。関係なそうだな。中は暗くてよく見えない。暗くて怖いよ。怖いな。棚にはエタノールって書かれた薬品があるよ。あ、壁に大きな穴が開いてる。この穴から先へ進めそう。ここ関係なそうだな。と、穴の先は廊下になってて、また右と左に続いてる。オッケーオッケー。ただもう7、14分なってんだよな。ミスれないよな、これ結構。あ、足音怖。静かすぎて気味悪い。すぐ助けてやるからな。エントランスに出たみたい。正面玄関は木のバリケードとか鎖とかで厳重に閉じられてて開きそうにもない。もう行けたりするのか。受付には紙が置いてあって、患者を解放しろってひらがなで書いてあるよ。脚立はかなり長いね。2メートルくらいかな。ワイヤーロックは4桁の数字を入れるタイプ。あ、ダメだ、こっちも行き止まりだ。ここなさそうだな。でもこうやって再生してる間は時間が過ぎていかない。ワードを手に入れると7分って感じなんだ。床から抜け落ちた先にたどり着いたけど、目の前の扉も鍵がかかってる。これってつまり私じゃなくてあなたが答えを知ってるってことだよね。あは、このゲームのたどり着いた先がこれか。ゲームって犯人は私とあなたで遊んでるのかしら。どうだ、腹立つ。あなたを頼るしかないってことよね。え、ストアのスクリーンショット？何言ってるか全然わかんない。そう、俺もよくわかんなかった。ないね、もう。もう行けんのか。結構歩いたんだけど、次は何かな。ねえ、売店があるよ、入ってみるね。売店はあるもんな。時間外受付とか。お菓子とか菓子とか、いろいろ置いたままになってるよ。病院の時間外受付とかってあんまどこの病院も変わったりしない気がするな。ここ出口なんてあるのかな。あったよ。この先何があるかわからないけど、最後まで電話を切らないでいてくれる？そっか、ここ約束したもんな。助けてくれる？助けるって約束したんだった。忘れてたわ。今売店からさらに廊下を進んでいるよ。柱に時計が取り付けられていて5時41分で止まってる。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。以上で状況説明終わり。図書室の広さはなんていうか結構広いよ。図書室って病院ってさ、どうやって表せばいいんだろう。あ、ごめんね。受付の金庫には紙が入ってて、少年は老人に言った。この先は修羅の道であるとって書いてあるよ。図書室って全ての病院にあるわけじゃないよね多分。これでどう。ワードを入手した。図書室があった。そうだよね、これ絶対大事だ。でも21分だ、やばいな。迎えるか、たどり着けるか。ここは時間外受付みたい。俺どこに住んでんだろう。北海道とかに住んでたら終わりじゃない。あともうちょっとで外へ出られるのかな。あ、時間外受付は19時以降なんだって。鍵はかかってるのに、それを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。地下への階段はなんか薄気味悪い。地下がある病院とかも関係してきそうだな。でもこれ以上あんま調べんの良くない気がすんな。だって迎えるか。迷惑電話とかいたずらとかだと思うだろうけど違うの。
あ、戻ったな。スキップしよう。じゃあ調べれるってことかな。調べるか。地元の病院を一発検索。路線、近くの病院を探す。内科、わあ、これだけじゃダメなのか。え、これだけじゃダメなのか。え、他にある？やばいやばいやばい。これでいけると思っちゃったわ。ここは時間外受付みたい。その横には受付窓口があるよ。あともうちょっとで外へ出られるのかな。時間外受付は19時以降なんだって。鍵はかかってるのに。これじゃあいるのかな。それを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。地下への階段はなんか薄気味悪い。とりあえずこれかな。じゃあ時間外受付が大丈夫か。28分だぞ。これでどう。まだ無理なの。他何あります。地下があるとか。地下への階段は大丈夫か。時間間に合うか。あ、地下の階段はミスったのか。これ地下はいらねえんだ。今売店からさらに廊下を進んでいるよ。柱に時計が取り付けられていて売店があるとかかな。5時41分で止まってる。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。以上で状況説明終わり。図書室の広さはなんていうか結構広いよ。この広さをどうやって表せばいいんだろう。あ、ごめんね。受付の金庫には紙が入ってて少年は老人。わからん。どこだ。あと何が必要だ。結構歩いたんだけど次は何かな。あ、もしかしてあれかな、ね、手術室があったかどうかとかも大事なのかな。病院って言ってもどのくらいの規模の病院みたいなのがあるのかもしれん。エントランスの床が抜け落ちた先にたどり着いたけど目の前の扉も鍵がかかってる。これってつまり私じゃなくてあなたが答えを知ってるってことだよね。苦労してたどり着いた先がこれか。ゲームって あなた、どこだろう。あとどれだ。あー怖いやつだこれ。静かすぎて気味悪い。あ、エントランスに出たみたい。正面玄関は木のバリケードとか鎖とかで厳重に閉じられてて開きそうにもない。受付には紙が置いてあって患者を解放しろってひらがなで書いてあるよ。脚立はかなり長いね。2メートルくらいかな。ワイヤーロックは4桁の数字を入れるタイプ。あ、ダメだ、こっちも行き止まりだ。どれだ。やべえやべえ、わかんねえ。目の前に手術室があるんだけど。あ、これは絶対取ろう。入らないとダメだよね。中は暗くてよく見えない。いや、もうこれ手術室だけでいけんじゃねえかな。これ手術室は絶対あるよな。時間間に合うか。42分になっちゃった。あ、よかった、ワードゲット。外科があった。よし、これだ。うわ、まだなのか。あと何が必要なの。53件あるぞ。53件じゃいけないか。図書室があった肺病院。あと何がある。やべやべやべ。あ、なんかここ病院みたい。肺病院かな。まあ、肺病院は分かってるし。病室も埃まみれで。てか2位ぐらいまではしっかり見たから。2、3ぐらいまで見たからちょっと迷惑電話とか後半がっつり見るか。今は、いや、頼む頼む頼む。もうかかってんだ命が。10分でいけるか。ここは時間外受付みたい。その横には受付窓口があるよ。あともうちょっとで外へ出られるのかな。いや、こんなこと言ってたのにな。時間外受付は19時以降なんだって。鍵はかかってるのに。マジで。それを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。地下への階段はなんか地下も外したし、俺ちょっとダメだな。売店からさらに廊下を進んでいるよ。
柱に時計が取り付けられていて5時41分で止まってる。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。以上で状況説明終わり。図書室の広さはなんていうか、図書室はやったもん、ね、結構広いよ。じゃあここは図書室パートか。オッケーオッケー。いやわかんねえ、あと何個いるんだ。たる結構歩いたんだけど次は何かな。ねえ売店があるよ、入ってみてね。あやっぱ売店かな。お菓子とか雑誌とかいろいろ置いたままになってるよ。あそっか、日付がそのまま切れてない。あここが大事なのか。ここめちゃくちゃ最近潰れたってこと。あるのかな、この先何があるかわからないけど最後まで電話を切らないでいてくれる。だって賞味期限が切れてないってことはお菓子とかってどんくらいかわかんないけど賞味期限最近ってことなんだろう多分。ワードを入手した。あやっぱ最近潰れたんだ。これでいけるか。あーいけたわ、富根総合病院だわ。富根かも。行くわ。あー大丈夫か、間に合うか。どんくらいだ、どんくらいできるんだ。最寄りの駅から5分、間に合うか。行こう行こう行こうぜ。じゃあえどうする、これでいける。やべ、なんか知らんけど時間過ぎちゃった。富根総合病院の行き方、いや間に合わん、死んじゃう。西へ進みます。あーめっちゃ近いじゃん、4500キロ。あークリアした、いいの間に合った俺。5分かかるって言われたけど間に合うのか。目的地へ移動中。え間に合うか。もう間に合わないみたいな感じじゃないかなこれ。あステージ10、間に合ったってことで合ってんの。わあ何これ、ちょっと変わりましたね。目的地に到着しました。あそっか、5分で着くけどめちゃくちゃ走ったら、あ間に合ってる。ここに電話の相手がいるのですね。仲直りできるといいですね。そんなプライベートなこと踏み込んでくる森って。進む。え森です。雰囲気変わった。小部屋ですね。机には7つのルールが書かれた紙が置いてありますね。じゃあここじゃん。もしかしてさ、あの女の子犯人とグルで俺をここまでおびき寄せるためとかそういう回りくどいことじゃないよな。森です。廊下に出ましたね。左右に廊下が分かれていますが、どちらに進めばいいのでしょうか。お隣ですか。電話の相手は行き先を報告していましたね。電話の内容のメモリーを呼び出します。あ、ありがとう。今左じゃなかった。私は小さな部屋の中にいるの。それで目の前に扉があるんだけど開かないの。開いた、すごい。なんでわかったの。廊下が右と左に続いてる。あ、そうか、右か、右に行ったの。とりあえず右へ進んでみるね。そうだな、右に行く、ずっと右に行ってたもんな。右右左だよね。これ一人だったら絶対進めないよ。いや俺今一人だぞ。電話でも誰かと一緒でよかった。とりあえず右に行こう、間に合い間に合い。あー急いでるな俺。頼む間に合ってくれ。わかりました。手術室ですね。壁の穴の先が廊下になっていて左右に分かれています。森です。電話の相手は行き先を報告していましたね。電話の内容のメモリーを呼び出します。ありがとう森。でも俺なんとなく覚えてるよ。目の前に手術室があるんだけどやっぱり入らないとダメだよね。右右左なんだって。中は暗くて人形あんのよく見えない。真ん中には手術台があってあるね。人形が寝かせられてる。いるの人形。その横には手術道具、大きな包丁とかナタとかもあるよ。怖いね。あ、壁に大きな穴が開いてる。包丁とナタ。この穴から先へ進めそう。そうだ、廊下を右に進んでみるね。ほらまた右なんだよ。右右左なんだよこの子。覚えてんて。急げ急げ急げ。まだ生きてるよな。売店だ。俺もなんか食ってこ。売店ですね。その先の廊下が左右に分かれています。
電話の相手は行き先を報告していましたね。電話の内容のメモリを呼び出します。左なんだよな。次は売店後はなぜか左に行った。誰かと一緒なのがこんなにも心強いなんて知らなかった。だからあれなのかな、お腹減ってる時は右に行きたくと、ね、お腹が満たされると左に行きたくなるのかな、人って。ここまで一緒に進んでくれてよし、じゃあ休憩はここまでにして先に進みますか。今売店からさらに廊下を進んでいるよ。右と左に行けるんだけど、左に進んでみるね。ほらね、右右左なんで、この人。よし、左に行くぞ。急げ急げ、急ぐぞ。で、地下室があるんだよな。うわあ、雰囲気怖。時間外受付ですね。受付窓口の反対側には地下へ降りる階段があります。え、地下に電話の相手がいるんですか。進むしかねえじゃん。生きててくれよ。うわ、何ここ入ったの、あいつ怖っ。あ、セーブしといた方が良かったんかな。いるか、森です。リノちゃん、地下にたどり着きましたね。こんなところにいるんでしょうか。そんなしゃべ、うわー、え、何こいつ、避ける。違うゲームになった。え、避ける。何これ、違うゲームになってんだけど。死んだ、俺死んだわ。何ができたのねえ、何ができたの。あ、もう一回やんの。ちょっとせっかくなんで、ノーミスでやってみました。そしたら、42分だし、時間がダメだったんじゃないかみたいな、とこもありますよね。そしてもう一回やるときに、便利かなと思って。これで、シリに聞いて、あ、森だった、ごめん。わかりました。で、こいつ調べて、で、森に行き場所し、教えてもらって、そしたら58分さっき着いちゃったんだけど、これ49分とかに着いて、結構変わってくんじゃねえかな。もしかしたら。変わるかな、時間。これ時間が変わるんだったら結構本当に大事になってきたりしたのかもしれん。さっきも、包丁のやつが、いない間にっていうか、いないうちに行けたらよかったら、よかったりしたのかもしれんしね。さあ、行くか。なんとかなってくれよ。あー、時間変わんねえわ。目的地に到着しました。じゃあ、さっきのところまで飛ばします。どうすりゃいいんだろうね。そっか、ここで、なんか避けるだけだったらダメだったから。大きな包丁とか、これやっぱ持ってけんのかな、持ってけたりすんのかな。壁に大きな穴が開いてる。この穴から先へ進めそう。OK、 廊下を右に進んでみるね。よし、 OK。 ちょっと一回ここでセーブするか。細かくちょっとなた持ってけたりする。その横には、あ、やった、新しいワードを入手しました。なた調べよう。こんなん絶対使った方がいいって。え、これシリ、森だった、ごめん。わかりました。あー、ないの。え、ナタ持ってけないのこれ。へい、え、ダメなの。もう一回やっていい。ナタ取れないのこれあー、取れるかと思った、すいません。じゃあ意味なかったかな、これ。その横には、あ、意味なかったかも。行こう。じゃあちょっと避けるだけじゃダメだったのかもしれない。なんか、ヘイとかやったら、対話とかできたの、りしたのかな、もしかしたら。勝ち筋あった。避けてるだけじゃ死んでたってことだよね。まあ、ヘイとかやってみるか。行ってみるか。いや、もう、世界観どうした、急に。いや、攻撃してくんな。ヘイ！あ、ヘイ押せない。ヘイ押せないわ。わあ、ダメージ受けちゃった、俺。避けるしかないよな。わあ、どうする？あ、ナタを使う。え、俺持ってたの、ナタ。あ、よかった。なんかわかんねえけど。何が響いたんだろう。全然わかんねえけど、クリアしたわ。ここまでの進行、あー、セーブしよう。いるか、リノちゃんは。接触。
誰と？リノちゃん？あ、リノちゃん。タイトル画面の女の子だ。うわ、え、逆に？お前誰なんだよ。包丁はお前が持っててたのか。なんでって思ったでしょう。あれ、電話の人と声違くない？あなたはルールを破った。俺が？ルールその7。電話をかけた相手は、お前の声を聞いて判断し、手助けをする。声を聞いて判断しろというルールだったのに。はい、ああ、声を聞いてなかったからってこと？声ではなく、私の姿を見て、あの子だと判断してしまった。確かに。え、なに、お前ってめちゃくちゃ強いの？俺男の人じゃないの？残念ね。え？さようなら。そんな。何が間違ってたの俺。俺何が間違ってたんですか？ゲームオーバー。